佐藤博文は、日本の人権派弁護士。元札幌弁護士会副会長、北海道弁護士、会連合会憲法委員会事務局長。北海道十勝総合振興局皿別村で、畑作専業農家の長男として生まれる。帯広博洋高校に進学し、生徒会長として、制服自由化を実現する。その後、北海道大学に進み教育学部を卒業。 卒業後、独学で、司法試験の勉強をはじめ、1985年、司法試験合格。1988年4月札幌弁護士会に、登録し、北海道合同法律事務所で弁護士活動を開始。2002年札幌弁護士会副会長。北海道弁護士、会連合会憲法委員会事務局長。北海道議会議員の東見重信は、母方のおじ。 同じく、田村隆二は、父方の大王子にあたる。弁護士登録後、フィリピンから北海道に来た、ジャパユキさんの人権問題、道内の労働事件や消費者事件、刑事事件など、幅広く取り組む。1990年代には、日本の戦争参加、自衛隊海外派遣に反対する、活動、政党助成金、小選挙区制導入に反対する活動などに取り組む。 そして、道庁、市役所の情報誌購入差し止め、官官接待を止めさせる、住民訴訟、道庁裏金、同系裏金問題を解明する住民監査請求、豊浜トンネル崩落事故国家賠償訴訟など、行政訴訟に積極的に関わる。2000年代には、自衛隊イラク派兵差し止め北海道訴訟、航空自衛隊女性自衛官人権訴訟、 陸上自衛隊まこまない駐屯地、自衛官訓練士訴訟、自衛隊情報保全隊国民監視差し止め訴訟など、自衛隊裁判を多く手掛ける。暗渠工事による地盤変動被害の訴訟、石垣崩落による人身事故裁判などの岩盤崩落事件を引き続き、手掛ける一方、最近は、浦臼町添削除助成金不支給裁判など、農業者の権利、利益を守る裁判、 北大をはじめ道内大学の教職員の権利、利益を守る裁判なども多く手がけている。納税者、労働者、消費者の立場で、を、もっといに活動している。ありがとうございます。